はい、皆さんこんにちは。レック専任講師の横溝です。6月18日なんですけれど、17時からですね、18時30分までなんですが、渋谷駅前本校であと140日の過ごし方、今年もですね、いよいよ実施ということになります。まあ、あと140日ということで、大体この6月半ばぐらいから本試験までね、どんなことをしたらいいのかというような話をしていく無料公開セミナーということになっていますね。そしてこの日から実は誤り選択肢チェック道場、5月5日に憲法編やってですね、現在通信でも販売していますけれど、実際サンプルレジュメなんかがそのですね、通信販売のページにそのまま掲載されていたりもしますので、ぜひご覧になっていただくといいかと思いますが、それの民法編が実は7月9日から渋谷駅前本校で実施されることになりました。憲法編やった時に民法編やらないのってすごい声をいただいたので、急遽実施することになったというものなんですね。合わせて、この44点アップ道場ですか、44点アップ道場もこの6月18日からいよいよですね、申し込み開始というような形を取りたいと思っています。ですからそのお披露目も兼ねてね、本試験、11月の12日の本番までこの6月ぐらいからどういうふうに過ごしていけばいいのかという話を無料で提供する恒例のイベントですね。まあ、収録したりもするんで、当日都合悪い方とか遠方の方とかであれば、まあまあ、後日その収録したものをね、本校で見ていただくということもできるとは思いますけれど、できる限り6月18日17時から18時半はぜひ予定空けていただいて、実は全国の本校にも中継されることになってますので、できれば生でライブでこのあと140日の過ごし方ご覧になっていただけるといいかな。もう渋谷に来れる人はぜひ渋谷の方にですね、参加していただきたいなというふうに思ってます。ここからいよいよ2017年度行政書士試験の本当の戦いが始まってくるということなのでね、その戦いをスタートをきれいに切るために、この6月18日17時からです、渋谷駅前本校でのあと140日の過ごし方、ぜひご参加ください。